金持ちで正直儲け、じゃあ、リアルに多分2億円ぐらい赤字だったのね。そのハリゲ。多分マジで。2億円ぐらい赤字だったのね。どうやって採算と多分、それで、なんだっけ、チケット有料にして、配信の、2億円ぐらい赤字だったっぽい。なんか、聞いたら。有料配信とかして、まあ、なんとかトントンに、する。スタッフさ、何人いたんだろうあれ。500人以上いたよね、多分ね。でも配信チケットなんかさ、おめえ配信してんのにさ、みんなに見てもらいたくて配信してんのにさ、有料チケットで俺やめさせたんで、2日前に、オープンレックスたち呼んで深夜に、やめませんって。落合博満みたいに、ね、もうやめよ。雪降っててさ、オープン戦。ね、もうやめよ、これ。足場鳴らしながら言って、わかりました。ちなみにそのプンレクは景品で配信者に送ったチョコの賞味期限が消えていた件になるよ。うちの赤字のせいや、オープンレクを攻めないでやってくれ。しかも、番組出てくださいって言われて、ごめんなさい、出れません。ちょっと出るわ。ちょっとプンレクさん、出ます。ちょっとオファーください。僕、ただで出ますわ。ひどすぎるわ、俺。でも、それでも出れないもんあるの。それでも、出れねえもんは出れねえんだ。出れねえんだもん。出れねえもんは。芸人出てやっただろ。その上から目線でいいんだ。出てやっただろ。つって。でも言ったのでも。でもいいじゃないですか。面白かったからいいじゃないですか。それで、そうやね。って言った。面白かったからいいじゃねえか。面白かったじゃねえか、この野郎。つって。でもなんかね、いいんだよ。俺好きなんだよ。俺だからさ、ミルダムとかの件もあって、俺その時から言ってたじゃん。俺国産の企業を応援しますっつって。俺プンレグには頑張ってほしいんだよ。